袖ヶ浦 FRW で行われたフェスティバル・オブ・サイドウェイ・トロフィー2021秋開催の現地レポートです。タイムスリップ突然の異空間。袖ヶ浦フォレストレースウェイ FRW のパドックに続くトンネルを抜けると1960年代にタイムスリップしたような光景が広がる。初めてサイドウェイ・トロフィー SWT を目の当たりにしたゲストは 自分の格好はこれで大丈夫なのだろうか。と、少し不安になる。レーシングの場であるにもかかわらず、そこには、ジャケットと、タイ、そしてハンジングキャップ等で身なりを整えたエントラントが、多いからだ。メカニックは、白いオーバーオール。ドライバーのレーシングスーツも、往年の雰囲気に合ったシンプルなものが多い。 フェスティバル・オブ・サイドウェイ・トロフィーは年に2回、ツイードジャケットが心地よい春と秋に開催されている。このイベントを手短に説明するならば、1969年までに製造された英国車を中心としたヒストリックカーによるレースということになる。だが、実際のイベントは、ドライバーのみならず、パドックに集う人たちが、古い車と往年のレースを、 空気感も含めて再現使用する試み、いわばヒストリックカーを使った奥深い遊びなのである。4輪と2輪、さらにサイドカーも、今回の SWT は、このところの新型コロナウイルス事情を反映したのか、春のレースよりも参加台数が増えていた。パドックで仲間と共にピクニックテーブルを出し優雅に、 ランチを楽しむような人の数も多く、以前の賑やかさが戻ってきた感もあった。四輪のみならず、クラシックバイクやサイドカーのレースが閉鎖される点も、SWT の特徴といえる、袖ヶ浦 FRW のピットエリアのちょうど半分ほどをクラシックバイクが埋め尽くし、感高い、特徴的な排気音を奏でていた。パドックでは和やかに、しかしヘルメットをかぶれば、 ドライバーの表情は真剣そのもの。一旦、コースインしてしまえば、プロもアマチュアもない。そこにあるのは、モーターレーシングの世界なのである。だから、限界を飛び越えてスピンする車もあれば、煙を吐いてスローダウンしてしまう車もある。午前中に練習走行と予選をこなし、昼過ぎからは、決勝レースが始まる。四輪の最初のレースは、 すっかり SWT の名物となった感のあるに、ドライバーによる耐久レース、セブリング40メートルトロフィーだった。サイドウェイも辞さない走り、セブリング40メートルトロフィーのスタートは、セカンドドライバーがコースを横断し、車に乗り込んだドライバーにタッチしてからスタートを切る、変速ルマン式となる。おのおのの参加車両は、排気量をはじめとして、性能差が大きい。このため、 各車両は、ドライバー交代のタイミングで主催者が決めた。ハンディタイムを消化する必要がある。つまり、レース前半は少し間延びした展開になることもあるが、ドライバー交代の後は、フィニッシュに向けて、各車の差が縮まり接戦となる。今回もトップを走る排気量わずか1リットル弱の、オースチンヒーレースプライトを、4リットル近いジャガーイータイプが猛追。 最後は3秒差まで迫りサーキット中の視線を釘付けにしたのだった。また最後に行われたスポーツカーによるエバークリーンカップでは耐久レース以上の盛り上がりを見せた。2位を走る田中選手がサイドウェイ、横滑りも辞さない猛烈な走りでトップを追い回し、ラストラップまでレースを盛り上げたのである。パドックの景色は、ともすれば、 コスプレ的にも見える SWT だが、レースでは必ずと言っていいほど高バトルが見られる。ほっとして、しかし熱くなる。こんなメリハリこそが、この一風変わった、レースイベントが根強い人気を誇る理由なのである。各クラス総合、トップ3の顔ぶれ、エバーグリーンカップ、スポーツカー、ティントップカップ、サルーンカー、シブリング40メートルトロフィー、耐久レース、